ニーヤレプリカントバージョン 1.22474487139。 前回はロボット山で、武器強化の解放。今回はですね、崖の村に魔物が出ているということで、そちらに向かいましょう。ほらイノシシダッシュだ。これで一気にね、崖の村だからカイネさんいないかな。カイネさん会いたいな。あの裸よりエロい格好してる公然わいせつみたいな人あれはコスプレできないよな。してる人いんのかな。相当自信ないとあの衣装は着れないよね。あれ、お、あれなんかやってる。カイネさん戦ってる。魔物だ。カイネさん来た。魔法の効かない敵を入手。助けに来たんだよ感動するのは後でよい。カイネさん、感動なんかするか。魔法の効かない敵、呪文のようなものを常に放ち、魔法が効かないものが時々存在する。確かに今バリアみたいの張ってましたね。そのような相手は武器で戦うようにしてください、だそうです。なぜこれほど急に魔物が。わからない。カイネさん、助けに行こう。封印されし言葉も見つかるかもしれない。カイネさんすげえ、すっお尻丸見えだよね。いやいやこのアングルはまずいか。いやいや、すげえなこれ。なんかさ、お尻の方もそうだけど、おっぱいの方もさ、なんかおっぱいとこに切れ目みたいな、なんか開いてるよね。見えちゃうでしょこれカイネさん、え、これもしかしてカイネさんついてきてくれる。あ、ついてきてくれる。あ、カイネさん走ってる。かわいい。カイネさんと一緒に村の方へ来てる。あー、ちょ、敵出た。これか。魔法が効かないやつ。カイネさん戦ってる。カイネさんでもなんか武器使ってないね。前回なんかノコギリみたいなの使ってなかった？使ってるか？使ってないよね。ちょ。もう一体出た？あ、出てないね。へぇ。魔物付きの女、下着女カイネですよ。セーブしてった方がいいかな。いや、大丈夫か。ボスは出ないか。魔物がここでたくさん出るって感じかな。あれ、ボス出そうだぞ。出た。こいつ前にカイネさんと戦った超大型魔物ですね。本当にでけえな。うわぁ、すごい。異形の魔物ですよ。このデザインはなかなかのもんだな。あ、カイネさん武器持った。おお、こいつは腕を油断するでないぞ。あ、腕ね。大丈夫、油断してる余裕なんてないよ。うん、気をつけろ。あ、そうだ、この衝撃波ね、衝撃波を出すんだったね。いやいや、ちょっと今なんて言ったの放送じゃ言えない言葉言ったね貴様は転がして飛ばしてやるよ。あ、落ちた、ごめん。死なないにも程があろう。ごめん、今落ちちゃった。放送禁止用にちょっと動揺しちゃった。敵のボスというより。カイネが奮戦しておるぞ。すげえな。なんて言ってるかわからないけど。あ、手を腕壊せそう。よし、腕壊した。なんて言ってるかわからないけど。んこって聞こえるんだよね最後何を言ってんねん。うわ、ちょっと崖の村ボロボロになっちゃう。こいつ本当強いな。うわ、村壊れちゃうじゃんこれ。これは連戦。私があのデカブツを抑えているから、お前は雑魚を頼む。
うわ、すげえ飛んだった。ザコ、お、わかった。ほら。うわー、いっぱい来たな、いっぱい来たな。お、お、お、お。あ、何？ワード新しいのゲットした。と、泣き叫ぶ白鳥。MP 回復量アップ 4%。 特殊効果毒。あ、毒いいな。まあ、ちょっと後でにしよう。娘はされ、お前が魔物を呼んだんだろ。あれ、カイネのこと言ってんの？呪われてるんだ。お前がいる限りこの村に平和など来ない。ここ回避ボタン気をつけないと、さっきみたいに崖から落ちちゃうな。チュートリアル瓦割りを入手。おぞましい姿の魔物好きで、お前など人間じゃない。夜の化け物、さっさと出ていけ。めちゃくちゃ言われてんじゃん。何言ってるんだ。カイネはみんなのために。うるさい。お、あれ、こっちカイネさん、この村ですごい意味嫌われてんのね。ほら、カイネさん頑張ってる。あ、一人で頑張ってる。お、今行くからね。よいしょ。お、レベル上がった。チュートリアル受け身。よいしょ。 OK、 よし、今参戦。カイネ、お待たせ。ちょっと魔法アビリティを黒の出から黒の槍に。村のみんなはどうしてあんなひどいこと。いいんだ、すべて事実だからな。奴が掴んでいるものは何だ。あそこから魔物を排出しておるようだ。 あのタンクから壊そう。タンク、あー、タンクか、なるほど。ちょっと待って、まずこの丸いのをやっちゃおう。タンク、あー、頭か。わ、よいしょ。ってことは、あー、待って、ここにも上だな。ここから一気にドーン。あ、行ったね。壊した、完璧。ムービーかっこいいよな、この黒の手の勝利確定エースムービー。なんか2役めっちゃ強くなってんな。あれだけ釣りの修行をした甲斐があるかな。クソ、逃げてばかりだ。カイネ、僕が追い詰めるから、カイネはあっちで待ち伏せして。分かった、無理はするな。カイネさんのノコギリみたいな剣かっこいいな。あ、これでここに来るのね。最初ここ迷ったよね。うわ、なんかすごい。どういうこと。よいしょ。うわ、なんか鬱陶しいなこれ。ほら、すげえ鬱陶しい感じ。これ全部壊さないとダメなのかな。これどうなんだろう。逃がしてない、追撃するのだ。これでカイネと挟み撃ちできる。あ、こっちにも。よいしょ。全部倒すことはないか。いや、進んじゃおう。おお、どっち行けばいいかな。よし、どうすんの。ここまで来たはいいけど、来たはいいけど、どうすんの。下か。小麦のない。いや、ここから攻撃できる感じじゃないから、やっぱあれ全部倒さないとダメな感じかな。あ、上から攻撃、ここから攻撃できない。ここ結構行きづらい。あー、下の段だった。
お、全部倒した。おお。ムービーで見ると黒の手が一番かっこよく感じるな。てかもう胸ボロボロだよもう。もうカイネさんのケツにしか目いかないんだけど。ここで終わりだ。ほらおっぱいすごいよね。おっぱいの切れ目どういう服なの。我らも行くぞ。おうよ、うん、おいおい。いやでもこの魔法効かない敵シールド貼ってるやつ結構厄介だな。うっとうしいな。よしよし。この辺から確かどこだっけ。あ、薬草も持てない。薬草じゃあ使おう。使って回復。どっかからなんか行けたよね。上かな。ほっ。あこの辺のジャンプの感じが難しい。よいしょ。ほっほっ。あ、回避ボタンをちゃんと使った方がいいのか。どっちかな。あ、ここか。ここからカイネさん今行きます。わ、めっちゃ戦ってる。もう逃がしはせぬぞ。うわった。うわーうわー落とされた。くそ、これが厄介だな今回は。カイネがいてくれると心強いよ。政治は嫌いだ。わっ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 。友だわれはごめんだぞ。全力で頑張るよ。うん頑張ってる。あーごめんねカイネさん。落ちまくる。あよし腕破壊。これでいいのかな。ピーコ野郎って言ってたから。いやらしい格好してるわ。公然わいせつだわ。カイネ、あたしだよ。 おばあちゃんだよ。大きくなったね。なんだこの感じ急に。カイネどうしたの。久しぶりだね。カイネに会えておばあちゃんは嬉しいよ。おばあちゃん、どうだいカイネ、おばあちゃんのとこに来ない。カイネ絶対罠だよ。よくわかんないけど罠だよこれ。誰も頼れずどこにも属せず、ずっとずっと一人で辛い仕打ちと怒号の中生きてたって仕方ないだろう。エロい格好。カイネ、それだけか。話はそれだけか。何、おっぱいとお尻にしか目がいかない。おばあちゃんは話が終わったんならその臭い口でもう二度と喋れないように粉々に刻んでやるって言ってんだ。この野郎。何を、この子はずっと何を言ってるんだ。すごいなピー野郎。あでもまだ戦闘は続くな。おばあちゃんは絶対に言わない。生きていたって仕方ないなんて死んだって言わない。ピー野郎。あった。私はどれほど死にたくてもおばあちゃんの仇を打つまではずっと、うこの醜い体を晒して生きてきた。その時間がどれほど長く耐え難いものだったかお前にわかるか。はぁ、カイネさん、ちゃこの辺の弾壊さないと。うわちゃちょっとこのおばあちゃんも、おばあちゃんじゃないけど、この攻撃は危ないよ。危ないね。うわー落ちていくし、これめっちゃ落ちるな本当に。球体やっちゃった方がいいな。いやーちょっと衝撃かくる。来そう。きちゃーちゃ突進か。攻撃パターンがよく、あーめっちゃ落とされる。うわっ、
おおおおお、あ、でももう結構削ってはいるね。うわ、下にいると何がなんだかわからん。削ってはいる、削ってはいる。これで槍、槍、槍をドン。今だ。おおお。槍を一気に溜めて。あれ、変なとこ行っちゃった。いや、いける、いけるか、いけるか。あ、いった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 。やったね。戦闘に必死で BGM ちゃんと聴けてないけど、すげえ悲しい曲流れてるな。このピー野郎、放送では言えません。わあ、ただでさえ地形が分かりづらい崖の村がさらにボコボコになってしまった。あ、でもさすがに倒した。串刺しにしてる。おお。カイネさん、カイネさんは無事かい？無事なのか？あやつ、あのまま死ぬつもりだ。え？今のあやつにとっては死が最も安らげる場所なのかもしれぬ。死ぬつもり？シロが決めちゃダメだ。うん？死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。どんな状況でも、うん、どんな状態でも人には生きる価値があるんだ。誰にだって明日が必要なはずさ。カイネにだってヨナにだって。その熱弁は本人に振るってやれ。そうだね、カイネさん助けに行こう。あんなエロい格好のまま死んだんじゃおばあちゃんもいや、おばあちゃんは別に関係ない。カイネさん、いや、でもなんかちょっといろいろ気になるな。なんでおばあちゃん急に出てきた？おおお、ちょっと改めてムービーで見るとすごいな。もういいよね、疲れちゃった。あら、カイネ、こっちだよ。諦めちゃダメだよ、生きるんだよ。絶対に諦めちゃダメだ。まったく、手間にかかる女だ。捕まえた。この底抜けの優しさがニーヤ君のね。生きる、何のために。それは、私の復讐はもう終わったんだ。まったく、ごたくの多い女ほど扱いづらいものはない。我らに復讐を手伝わせておいて、終わったらさよならか。たわけが。あるほど俊敏に戦うくせに頭の方は点で回らぬようだな。めっちゃ言う。仲間のために死ぬことこそ剣士の本望なのであろう。仲間、仲間、そうだよ、僕たちもう仲間だよ。別に我はそういう意味で言ったわけでは。じゃあどういう意味で言ったの？それはカイネ、僕たちと一緒に戦ってくれる？バカ者、単刀直入すぎるぞ。ここはもっと段取りというか手順というか、なんというか、言葉を尽くして交渉に当たるのが最高の正しき。我を物のように呼ぶでない。我が名は白の書、深淵なる英知の。では白だからなぜ略するんだ。みんな白って呼ぶ。貴様の言う通りかもしれないな。復讐以外の自分、一緒に来てくれるよね。これカイネさん仲間入りイベントだったのか。この剣の使い道が分かるまではそうすることにしよう。かっこいい、そしてエロい。お、封印されし言葉、黒の幻影が使用可能になった。黒の幻影、魔法の近く、魔法で近くの敵に自分の分身を飛ばして攻撃する。何それ、ちょっと使ってみないとわからん。そうか、お前の妹が黒門病に。うん、
それを直すために封印されし言葉が必要なんだ。なるほど。この BGM 最高だな。役に立つかどうかわからんが、国門病について知っていることがある。ある国の王が国門病にかかり、その治療方法を研究しているらしい。ある国、その研究が進んでいれば、あるいは治療可能になっていると。ああ、実際のところはわからないがな。砂漠の奥地にある仮面の町という。砂漠、砂漠で仮面、あれなんかちょっとピンとくるぞ、このワードは。行ってみよう。砂漠で仮面、見つかるかもしれない。それで済めば我の仕事も楽になるのだがな。ほうほうほう。あ、ここから動かせる。あ、これでずっとカイネさん、カイネさんついてきてるの。カイネさんカイネさんが仲間になった。装備とかをいじれるわけではないのか。あ、命令ね。カイネに、カイネ攻めろ、帰る、カイネ援護だ、カイネ防御だ、カイネ攻めろにしておこう。カイネさんついてきてくれるの嬉しい。なるほど。あ、ちょっと新しくゲットした魔法を試してみよう。敵がいないと分かりづらいか。分身って何？あ、何？あ、確かになんか出してた。なんだ今の分身を。え、なんだろう、ちょっと分からん。分身を出すと一時的にこう3人パーティーみたいな感じでなるってことかな。よし、ちょっとセーブしておこう。ボス倒したし。黒の幻影にワードを装備しておきました。音楽を愛するロバと黒の幻影と泣き叫ぶ白鳥。どういう状況だ魔法攻撃プラス 2% と特殊効果毒、毒レベル1。黒の幻影ちょっと敵相手に使ってみたい。よし、じゃあカイネさん行こう。これずっとついてきてくれるって、これ村とかに戻ってもついてきてくれるの？ちょっとヨナに、ヨナには刺激が強すぎないかい、このお姉ちゃんは、カイネさん、このお花の飾りいいの？持っていかなくて。あ、走ってきてる、走ってきてる。走り方がかわいい忍者走りだよね。いいね。おお。ん？お兄ちゃんが話してくれるカイネさんってどんな人なんだろう？会ってみたい。ヨナのお母さんみたいな人かな？いやー、これがお母さんはなかなかきついぜ家でどこ見てたらいいか分かんないわ。一旦村に戻って東門から出ればいいんだ。村に戻る。我にとってはいい気候だろうな。村に戻るか。あ、ちょっとごめん、羊さん相手だけどちょっと使ってみたい。おい、ん、使ったのかな今。あ、魔物出た、魔物出た。あ、ほんとだ、なんか、あ、一回攻撃、漆黒の、漆黒の仲間への命令。なるほど。でもまあ範囲攻撃というか結構やってくる。あ、でカイネさん、カイネさんが、カイネさんのこの技かっこいいな。なんだそれ、いいな。ちょっとこいつにも使ってみよう。ほら、囲まれた時用だな。ちょっと使いづらいかもなちょっと分かりづらい気がする。俺は普通に黒の手か黒の槍、手にしとくか。で、進めてみよう。カイネさん、カイネさん、カイネさんちょっと戦ってみて。あ、いいね、いいね、カイネさん。カイネさん遠距離攻撃もできるし、武器的に近接も相当強そうだし、すごいねこの人。これはでも仲間になってくれたのは相当でかい気がする。あ、ほらカイネさん魔物だよ、魔物。ほら
走ってきた走ってきた。カイニャさんほら。いいな仲間になったよ。カイニャさんちょっと村に寄ってくけど、ヨナの前で汚い言葉使わないでね。ピーやめてね、ヨナの前で。教育によろしくない。よいしょ。よし、じゃ あ進むか。で、砂漠に仮面の国があると。それはオートマタプレイした人はピンとくるよね、きっとね。あったもんね、砂漠で仮面って。だから今から行くその砂漠の場所ってのは後の 2B たちが訪れるあの砂漠のエリアってことなんじゃないのかな。なんかそんな気がする。どうしたの。私は村の外で待っている。え、どうして。村の中の方が安全だよ、うん、いや一人の方が気が楽でいいからな。別の出口から出たときはそちらの方で合流しよう。マジか、村入ってこないんだ。ヨナにも会って欲しかったんだけどな。多分喜ぶと思うんだ。喜ぶかドン引くかどっちかだよね。無理強いせずとも良いではないか。人にはそれぞれいるべき場所というものがあるのだ。そうなの。それじゃあ仕方ないけど。なんか崖の村ですごい差別を受けてたから村に入るのは抵抗あるのかな。じゃあまた後でな。カイニャさん半分魔物だし。そっか、ヨナに会わせたかったな。じゃあとりあえずこのまま東門っつってたっけ、仮面の町に向かう東。あそこが解放されてるんだ。なるほど、行ってみよう。というか別方向からの出口で合流できんのか。カイニャさんこっちか。こっち初めてですね。今までずっと閉まってたんだっけ。魔物たちは日光に弱いようです。もし魔物に襲われて危ない時は、うん、明るい場所に逃げるといいでしょう。そうなの。へえ。今更だけど。へえだよね。毎日ご苦労さん。そうだ、今度酒場で一杯やらないか。未成年だよ。僕はお酒は飲めないよ。それにヨナが待ってるから早く帰らなきゃ。まあでもデボルさんポポルさんと一緒に酒は酌み交わしたいね。カイネさんお酒飲むのかな。ちょっとカイネさんの生態をもっと知っていきたい。あ、合流してる。こっち初めて。どんな感じ。あー、石の、ん、石の神殿か。石の神殿周囲、あれ来たことあるか。あ、なんだ、なんかいる、なんかいる。トカゲだ、トカゲの尻尾。デボルさんが酒飲むのにトカゲの尻尾必要だから。よくわかんない。あ、ここにヤギいっぱいいるんだ。北平原でヤギ狩れっていう、この前のサブクエンド期大変だった。ここで狩ればよかったな、ヤギ。こっちのフィールド局も独特でいいね。あ、また、待って待って、今トカゲいた、トカゲいた。ほら、カイニャさんトカゲの尻尾だよ、食うか。食わねえよ。こっちでいいのかな。正直石の神殿周囲の方にも探索しに行きたい気持ちあるけど、今はメインクエストを進めていこう。おお、いやでも本当そうだよな、絶対ここニーヤオートマタで来た場所だと思うんだよね。なんかそれサブクエストだったっけ、仮面をつけた国がかつて砂漠にはあったみたいなお話があったもんね。ねえ、その仮面の町ってどんなところ。あ、マップがない。よくわからない。とにかく変なところだ。お前も大概変なやつではないか。下着女。行くぞ。下着女、下着女。向こうあれなんだろう、
すごい気になるな、あの緑の井戸かな、あれ。とりあえずバツ印のついている方に行こう。これもなんだろう、なんだろう、この建物なんでしょうね。なんか調べる。この施設は使えぬようだ。いずれなんか解放されるってことかな。あ、ここ絶対開くでしょう。ここ開くんだよきっと。狼だ、狼。狼倒そうか。気をつけろ。あ、でもまあまあ、うわっと。よし、狼は何を、あー、ちょっといっぱい来てる。狼の牙だ、これはちょっとドロップしていこう。なるほど、飼い主さんにタンクみたいな感じで引き受けてもらって、その隙に、おっと、え、何、ボス狼じゃないのあれ。戻っていくみたいだ。どうもリーダーがおるらしい。あらあら、なんだろうね今の感じ。これは狼バトルになりそうだ。この辺も落ちたら、あ、落ちたらアウトだよねこの辺ね。どっち進めばいい。あ、アイテムがある。これは地図ないとちょっと分かんないよな。地図あっても大変そうだな。あ、またあれ戻ってないよね。また同じ建物があるよこれ。この施設使えない、使えない。そもそも施設なのか。ここかな、仮面の街って。街、あ、人がいる。門が閉ざされておるな。やっぱり無理そうだよ。うん、なんだ。お色気で開けてもらう。おお、あれかいね、ガテ。なんて我ら恩人だ。なんかわかんないけど興奮してね、興奮してんじゃねえの。エロい女が来た、エロい女が来たぞって。いや違うんだ。なんだろう、なんで開けてくれたんだ。というかここの人たちはなんか言語が違うのか。不思議な言葉を話してたぞ。おー、なんかみんな三角帽子かぶってんの。広、これは迷子になりそう。昔この近くで狼たちから子供を助けたことがある。それ以来この町には入れるんだ。こんな私を受け入れてくれる、そんな奇妙な町だ。カワパスじゃん、ありがたい。言葉は全くわからない、期待するな。やっぱ独特の言葉を喋るんだね。あれ、とりあえずカイネさん町を巡ってみるか。言い忘れたが、この国の言葉は特殊だ。せいぜい頑張れ。一緒に来てくんないの。ここで王は奥の館にいるからな。うん、あとは自分たちで行け。基本的に村とか町とか来てくんないんだ。面倒だからここで待って。おまったく役に立つのか立たないのかわからぬな。戦闘においてはハイパー役に立つけど、こういう時は、いやでもまあカイネさんのおかげで入れたからね。王は奥の館にいる。カイネ、めわかった。あ、セーブできるな。一回セーブしておこうかな。よし、じゃあ行くか。話しかけてみようか。エルアトと。なんて？アルテルアチ。北座って警察来ていく。警察来ていく。なんて言ってるんだろう。わからん。これさ、ちょっと早々にマップを購入したいと思ったけど、話せないんじゃマップ買えないよね。広いし。この広さは迷うぞ。あの奥にある巨大な建物が王の館である。その国門病に侵されているという王様。どうやって行けばいいんだろう。頑張ってルートを探すしかないよ。気合か、頑張るか。
気合い気合いあるのみ。マップ変えないの？ドドたち。ドドたち。あんやパラ。あんがギョジャタ。暫定って。いざ対応。わじゃじゃじゃわじゃ。せっかく話してくれてるのに何もわからないなんて。気に病むことはない。意思疎通ができるのは言葉というより価値観が違うせい。この三角帽子かぶっていけばいいんじゃない？三角帽子ファッションから合わせていこうよ。異文化の違いは。無理だ。これ子供たちじゃないの？ちっちゃい。我は大層価値のある優秀な書物であるが辞書ではない。辞書ではない。子供っぽい。ペガッセクサ来た。よくわからんけど笑われてる。なんか通じないけどバカにされてる気がする。なんだろう、キラタイト。バカにされてる気がする。うん。へえ、なんであんたさっそう来てると。着てると着てるとだって。なんかやっぱ服装のこと突っ込まれてんのかな。さっきから同じところをぐるぐる回ってる気がする。でもとりあえず物の言葉が分かればすぐなのだがな。自力でルートを探っていくしかあるまい。なにこれ、これなんか乗るんじゃないの。アルテルア周期たぜ。え。ここ行けない。ああ砂に。あ、そういうこと。ここ落ちちゃダメなのね。体中砂まみれだよ。体中砂まみれ。体力も減っておる。次は気をつけ。でもなんか不思議なところにワープしてきたぞ。あれ、これ結構いいショートカットできたんじゃない？この正面だよね。あ、なんかいいかも。でも落ちて進むってありかもしんない。話しかけてみる。アルテラテイレ。アルテラテバル。なるほど。なるほどね。壺は壊せない。こっちじゃないのかい？オケできたチーズ。うん。ここじゃない？アルテルア。アルテルア。ここだ。入れぬようだ。せっかくたどり着いたのに。うん、とりあえずこれでは拉致が開かぬ。戻ろう。戻るの？え、あ、はい、町の入り口まで戻ります。そりゃそうだよね、王様簡単に会わせてくれないよね。ああ、ここさっき溺れ死んだところだ。あら、転んじゃった。お、なんだなんだ。拾ってあげよう。なるほど。でもこういうところからコミュニケーションが生まれて認められていくんじゃないのかな、このニーヤ君のお人よしっぷりで。何言ってるのかわからん。声が出ぬか。あ、声が出ない。そのおかげと言ってはなんだが、この娘なら身振りを通して我らと話せそうだぞ。なるほど。ありがとう。どういたしまして。ほうほうほう。私フィア。そこまで。あ、手話なのか。あなたたち困ってる。そうなんだ。ちょっとこの町に用があってきたんだけど。なるほど、手話でね。なんだか言葉も通じなくて。この子はキーパーソンになってくるんじゃない。あなたたちを、あんな案内してくれるのか。さすがやっぱ人助けから始まっていくんだね。もうその、そういうところは王道ファンタジーだよな。王道 RPG の感じでいくよな。説明をする必要がある。僕たち王様に会いに来ただけなんだけど。ダメ、この町には掟があるから。掟。ついて来て。なる
ほど、ついてきて、ああ、わかったわかった、この子についていく。ここは道具屋さんですと言っている。この町にはお店も家も次の掟に従う必要があります。掟106、平地に住んではならない。あれこれなんかさ、闘技場の感じじゃない。掟、あ、ここ元ネタこれだったんだ。闘技場の掟、私たちにはたくさんの掟がある。ここか元ネタ。へえ、砂漠の闘技場。町の民はその掟を守ってこんな階段だらけのところに住んでおるのか、うん、それが起きて、なんともはや不思議な町と民であることよ。あ、でまたついていけばいいのかい。もうちょっと早く走ってくれると嬉しいけど、まあ子供に無茶言っちゃいかんな。ここは砂船乗り場です。起きて115017、物品を購入する前に船で町を見るべし。やっぱこの起きて、異様に多い起きて、これが機械生命体に受け継がれていくわけか。さあ、私がこの町に来た時にはその起きてがあった。ということは毎年起きてが増えているの？確か今月で124,000番を超えたって聞いた。無理だ、我にはこの町で暮らすのは無理だ。うん、あ、でもこれで乗れるようになるんだ、船に。おお、ニーヤ君座っちゃったよ。なんか態度悪いな、急にここに来て態度悪いな、ニーヤ君。そっか、でもマップ買いたいな早く。でもこっちに行くにはさ、正直砂で溺れちゃった方が早くないって思っちゃうんだけど、これを見てる感じどうなのかな。ああ、ここに着くと。なになに、ここ何屋さん。食料屋さん。位の高さと移住する高さは揃える。身分の高いものは高い場所に、低いものは低い場所に住めと。実際に住む者にとってはさぞ面倒な決まりであろうな。本当だね。まさかこの調子で町中紹介して回る気か。あの小さいのはね、結構時間かかるね。掟を守ってるんだよ。お、フィーアの町案内をスキップしますか。正直自分的には今スキップしたいなとは思ってた。町案内これ全部やっていくの大変だろうなとは思ってたけど、まあ動画に撮ってることだし、せっかくだから、案内してもらうか。邪魔になっているようだぞ。あ、ごめんね。ちなみに買い物できるの？アルテルアチ来た。買えねえわ。なんかもっと条件が必要なんだろうな、買い物。ちょっとフィーヤちゃん、この調子でじゃあどんどん案内してもらっていいかい。でこの態度が悪くなる。素直の上ではもう王様気分ですわ。なんだろうな、座り方かな、なんか態度悪く見えるな、このニーヤ君。俺このニーヤ君嫌い。お人よしなニーヤ君は好きだけど、このニーヤ君嫌い。いやまあいいんだけどさ。いやにしても広すぎる。これはマップがあったとしても相当探索大変だわ。だからそういう意味ではフィーヤちゃんのこの案内は
やっぱちゃんと聞いておいた方がいいかもしんない。ここはこう武器屋さんか、素材屋さんかな、なんだろうこの標識みたいなのが売ってんだけど、変なもの屋さん、何それ変なもの屋さん、変なもの屋、たまに変わったものを仕入れるお店屋さんです。一体誰が買うような品物なのだ。あ、サーフボードとかも置いてんのか。あ、変すぎて正体のわからないものしか置いていない。確かに変なものや。これでもいい素材置いてそうよ、逆に邪魔になっているようだぞ。あ、ごめんね。変なもの屋さん買い物したい。アルテルア、アルテルア、アルテルア、ダメだ、変なもの屋さん買い物できない。標識買いたい。何に使うのか分かんないけど、でこうなっちゃう、ニーヤくんこうなっちゃう。これでもほんとダントツで今までで一番広い街だな。普通にフィールドより広くないかこの街。これは大変、困っちゃうな、覚えられっかな。でも道具屋さん、あ、食料屋さんと変なもの屋さん、まあ場所を覚えとけば、まあここ次ここか、武器屋さんとか行きたいな。あ、まだまだまだ先か。コーヒー飲んじゃったよ、長いから。ゆっくりゆっくりね。わ、何これ、狼の毛皮が売ってるよ。素材を売っているお店、あー買いたい買いたい。あ、三角帽も売ってるよ、三角マスク。ここの素材で私たちは仮面を作ったりします。起きて12、仮面を着用せねばならない。この街では全ての人が仮面をつける必要があります。これは見ればわかるな。うんうん、なんでかは知らないけど、仮面買えばさ、アルテルア、なんかここの人たちみんなアルテルアから始まるよね。なんだろう、なんかこんにちはみたいなことなのかな。アルテルラー、アルテルラー、うん、アルテルラー。砂子マスターしたいな。砂子喋れるようになりて。仮面か、仮面。あ、最初に子供たちに笑われてたのは、なんで仮面つけてないのみたいなことで笑われてたのかな。アルテルラー、アルテルラーですわ。まあでも仮面つけている人たちより浮いてる本を連れてる方がよっぽど変だけどな。浮いてる本と下着女を連れてる方がよっぽど変な集団だよね。ゆっくり進んでおります。これどうなのかな、それ全部の店回っていくのに邪魔になっているようだぞ。ごめんごめん、全部の店回っていくのにこの船乗んないといけないのかな、一日。それはめんどくせえな。あ、武器屋買いたい買いたい。これでこの町の案内は終わり。お疲れ様でした、今から王の館に案内します。助かるよ。しかし起きてて窒息しそうな町だ。スキップするともういきなり王の館って感じなのかな。まあこんな面倒なところに人が住んでおるな。起きてはそんなに悪いものじゃないと思う。ある人に言われたわ、起きては縛るためにあるんじゃない、自由を知るために存在するんだって。だから私は平気。そうか、偉いねフィアは。武器屋さん、アルテルア、あ、これやっぱアルテルア、アルテルアだよね。アルテルアが何に値すんのか。はい、じゃあ王様のところまで。とりあえずでもここの人たちとコミュニケーションができるようになったら買い物を、というかサブクエめっちゃ出るだろうな、ここ。サブクエありそうだよな、相当な。しかも結構広いから、あっち行ったりこっち行ったりの。いや、それはまた4時間近くなるかもな。それはまあそのうち2やサブクエロマンタンその2をやりますんで、その時に一気に片付けようかな。デボルポプルさんにも
デボルさん、あ、違う、ポポルさんにもネズミとトカゲのお酒を作ってやんねえといけねえから、素材は集まったからさ、もう邪魔になっている。あ、ごめん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 。あ、着いた、フィアちゃん、ありがとうね。ここは王の館だけど今は王はいません。え、どういうこと。先代の王は黒き病に侵されて死んでしまった。今は王子がこの国を治めています。もう死んでんだ王様。国門病か。王子直属の副官です。王子のことはこちらの方が詳しいです。ああ、いろいろ案内してくれたおかげで言葉もだいぶ分かってきた、うん、マジでさすがシロ。直接話させてもらうよ。え、シロ話せんの。もうアルテルは、アルテルは王子様にちょっと話を聞きたいのですが。ザ・カイラム、多大財党とホワイトスタイデク。もう分かるようになっている。王子はただいま外部の方とお会いできない状態。改めしてたす、日を改めて来ていただきたいと。まったくもって、本当にうんざりとさせられるな。ごめんなさい。フィーアが謝ることじゃないよ。とりあえずはカイネのところに戻ろう。アルテルは、おお、あ、でもこれで言葉が分かるようになったってことは買い物もできるようになったんじゃないのかな。買いたい買いたい、いろいろ買いたい。これな、これ長えな、ほんと。船カットできないのかな。船ちょっと、あ、今スタートボタンを押したらカットできたかも。まだフィーネちゃんについていく。フィーネちゃんどこまで行くの。カイネさんとかまで行くのかい。アルテルは、うん、フィーネちゃん、フィーネちゃん、もうちょっと早く走ろう。うん、フィーネちゃん叩き切るぞ、こら。邪魔になってごめんごめん、つい荒ぶっちゃった。案内してくれたのに叩き切っちゃダメだね。あ、ついてる。あーあーって何。昔助けてもらった人、カイネが、オオカミから助けたっていうのはこのフィーネちゃんのことなんだ。カイネがフィーアの恩人であるとこのソヤで大飯ぐらいの下着女が。大飯ぐらいなの。まさか本当に人助けをしておったとはな。うるさい、用事が終わったのなら行くぞ。カイネさん優しいお姉さんじゃん。優しくてエロいお姉さんとかいう最高な属性。とユリセーザ隊員だ。王子の行方がわからない。それじゃあ起きて88334に違反するんじゃないか。どうしたの。王子がいなくなった。絶対炎を起きて従って早く探さないと。だからよく不明になった場所が砂の神殿なんだ。王族の者以外神殿に立ち入ってはならないように該当するじゃないか。あ、もしかして途中にあった施設かな、砂の神殿って。この状況では起きてが、うん、なるほど、行きましょう。自分たちが困るような掟なんてやめちゃえばいいのに。彼らには彼らの生き方があるのだ。用が済んだよそ者はとっとと帰るぞ。いや、これは行く流れでしょう。砂の神殿に。フィーア、私が王子を助けに行きます。リーダー、無理だ、そんなこと許されない。掟が何よ。掟と無関係なよそ者だったらどこに行こうが誰も構わないよね。出たよ、またニーヤ君のこの、うんうん、つまり僕が王子を助けるってことでどう。よかったな、厄介ごとに首を突っ込みたがるよそ者がちょうどいて。ダイラと。だから砂の神殿に入れるのは。私も行こう。かいね。確かこうだったな。起きて1024、恩義ある客人の望みは全て叶えよ。おだろ、そんな起きてが。まったく、どいつもこいつも。行くぞ。おお、これで砂の神殿に、うんうん、皆さんありがとう。
砂の神殿に王子を探しに行くと。アルテルアッチ。アルテルは期待さ。掟は破れない。なるほど。行くぞ。恩人のラル。恩人は我らの友人。恩人の友人もまた我らの友人。掟だらけ。いやでも絶対あの途中にあった施設、今は入れないとかいうあの施設だよな、絶対な。案内だけでもさせてください。砂嵐の場所は慣れたものでなければ通ることができません。案内してくれるのはいいんだけど、早く走ってフィニッシュ。これちょっと素材屋さんとか武器屋さんとか寄ってくればよかったかな先に。まあまだ使えないかな。王様を助けた後にその恩義で安く売ってもらおう。誰が助けたと思ってんじゃいっていうことで。フィネちゃん、ほらフィネちゃん早く。いやでも絶対これだよね、これ以外ないもんね。え、違うの？なんか違う方向行ってる？あれ違う方行ってんな。フィネちゃん、フィネちゃんほら早く行こう。フィネちゃん、砂嵐か。ちょっとあの辺のアイテムもらって。あごめん、小さいのを置いていく気か。離れちゃダメなのね、離れちゃダメなのね。早く走って。フィネちゃん、まあ子供だからしょうがない、子供だからしょうがないよな。そこにイライラしてるようじゃお人よし失格なんだよ。そう、お人よしにならないといけないんだよねこのゲームはきっとね。というか RPG って大体そうだよね、お人よしにならないと勇者にはなれないんだよ。あでもこの辺ちょっと大丈夫、なんかおここ、もしかしてこの下？私は砂漠を案内します。離れないようについてきて。下じゃないよね。向こうにあるアイテム取りたいんだけど離れらんない。あ、本当だ。砂嵐すごいね。フィーネちゃんさ、マップくれない？マップくれて、マップにマークしてる。ん？マップ、おマジか、マジか。待て、あの小さいのを置いていく気か。わかった、わかった、わかった、わかった。よし、一匹だけ。ん？ん？まだいるのか、まだいるのか。この砂はひどいね、目を開けてらんないよ。口を開けると砂が入るぞ。白に口あんの？この砂の中でよく平気だよね。あ、だから仮面つけてるんだ。何か特殊な機能でもついているのではないか。邪魔になっているか。ごめん。ごめん。周囲への警戒を怠るな。うん？狼？狼か。あ、狼だ。よいしょ。狼強えな、結構。狼に噛みつかれた時、チュートリアル。噛みつかれた時、それはちょっと気になる。ちょっと見てみよう。チュートリアル。狼に噛みつかれた時。これか。視覚を連打すると振りほどくことができる。あいつら噛みついてくるんだ。勇気あるね。まったく。アイテム、その小さな体のどこにそんな力があるのだ。いやでもこれは、これ戻ってこれなくね。行きはいいけどさ、帰りどうしよう。
うわもうこんなん、こんなんどこ目印にもできないよ。オートマタの時の砂漠エリアより広い気がする。なんかこの辺りに団地があったら、あああそこだなって思うんだけど、マンモス団地ない？この辺。ほら、ほらほら。ぶん殴っちゃった。ぶん殴っちゃった。白も大怒りですよ。怒りの鉄拳。おっと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 。ほら。怒りの鉄拳は狼に使おう。よいしょよいしょ。これ絶対離れるでないぞ。絶対サブクエで狼の毛皮を取ってこいとかあるよね。見失ってしまった。え？見失った？おい、やばくね？どうすんの？え？やり直しになってる。あ、やり直しになってる。これどっから？どっから？え、めんどくせえ。どっからだろう。なるほどね。見失っちゃダメなのね。邪魔になって。ごめん。もうフィーヤちゃん、フィーヤちゃんめんどくせえ。なんだこの子。どこまで進んだかな。ちょっと、ノーマップ。わかんないんだよねこれ。今どの辺？いやこれはね、これはアマゾンレビューで叩かれる要素じゃない。フィーヤが遅えっていうのはこれ、これす、これはどうなんだ、うん、で狼来るでしょどうせまた。じゃあ狼来るならちょっと魔法アビリティをやっぱ黒の幻影にしておくか。あれは囲まれた時、狼みたいにいっぱい出てきた時は使えそうなんだよね。やっぱ狼強いね。当然だけどヤギとか羊とかに比べたら全然強い。お、なんかあ、着いた着いた。この奥が砂の神殿。遠かったね。あとこれを、砂の神殿の地図。おお、神殿の地図はありがたいけど、砂漠の地図もくれ、町の地図もくれ。なるほど、案内ご苦労であった。フィーヤ、私が入るのはここまでです。ありがとう。うん、ありがとう。じゃあもう早速神殿の中入っていくか。どんな感じかな。いやでもほんとね、カイネさんがいてくれるのは心強いんだよね。心強いし何より面白い。絵面が面白い。うわ、なんだこの感じは。迷いそう。時間かかりそう。この赤い紋章みたいのは何？普通にドア？ドアとして考えていいのか？そうだよね。ここドアか。ここから入ってきたってことで。こっちとか入れるんですか？ああ、不思議な力で閉じられている。ダメなのか。この辺から何か行けるわけでもない。あ、ここは開きますね。カイネさん、ケツ！ケツも。あれ、なんだこれ。閉じ込められた。あれ、なんかこれ倉庫版か。この部屋では以下の行為を禁ず。飛び跳ねうさ、跳ね飛ぶうさぎ。何のことを言ってるんだろう。ジャンプすんなってこと、もしかして。あ、これ闘技場、もしかしてジャンプをしないでいけみたいな。掴む、うん、うん、これ、なるほど、闘技場。
ちょっと一回やってみましょうか。ジャンプするよ、確認のため。あ、やっぱダメなんだ、ジャンプしちゃダメだ、そういうことだ。なんだ、どうした。掟を守らないと先に進めないみたいだね。つってもさ、これジャンプしないと進めなくないか。これをこれ、ええこっちも道がないし、あ、ここか。よいしょよいしょよいしょ。この敵復活するのやだね、やだに。よいしょ、なるほど、掟縛りのダンジョンか。闘技場ここから来てんのか。うわ、ちょ、いや、なんかジャンプもさ、つい癖で押しちゃうから、それうわ、もうこれ、うわ、食らっちゃった。あれ今ジャンプした。普通に敵の攻撃に食らっちゃうこと自体もダメなのかな、かもしんない。あー違う、こっち正面。あれ、カイネさんどこ行った。なんか変な方行ってる。なるほどね。あ、やべ、食らっちゃった。これめんどくせえな。この玉がいった後にこれを、よいしょ。正面のやつを、あ、引き抜けば、あ、危ない。あの白のさ、魔法吸収みたいなのがあるんだけど、それ使えばセーフみたいなことないかな。これこの辺倒すか。これどうしよう、ちょっとちゃんと考えた方がいいな。でも奥のやつを引っこ抜いてってことか。奥のやつを引っこ抜いて、ちょっとすぐに、ちょこれ無理じゃねえの無理じゃねえ。うわー、ここむずー。あこれはせっかちが死ぬやつだ。あ、間違えた。あ、手前にやって、ちょっと白のあれ使ってみよう。なんだっけ、黒の暴食か、敵の魔法弾を吸収する。ちょっと試してみましょうか。ここで例えば、あ、吸収してる。あ、これ使えるよ。ほら、 MP がある限りは。なるほどね、これでいこう。分かった。あ、でカイネさんが向こう閉じ込められてる。カイネさん。あ、でこれ何気に死ぬたびにゲームを、ちょ HP がどんどん減ってる。ここ厄介だ、普通に敵と戦うより厄介だ。砂漠めんどくせえな。よいしょ。で、この弾が行った後に、あー、ここね。お、危ない。で、これを奥に、よいしょ。ここだよな問題、ちょっとむずいのは。これを手前に、ですぐ復活しちゃうから。よし、避ける。カイネさん倒しといてくんね。よし。あー、マジかよ。これさ、引っ張りながら
あ、ダメか。引っ張りながら黒の吸収使えるかと思ったけど使えないわ。すげえ厄介。あ、でもそっか、黒の玉で一撃だから。なるほどね、なるほどね、そっか。あー、うん、あー、近接で倒すより黒の玉で倒した方がいいってことね。そうだよな、そういうことだよな。近接でわざわざこっちまで行ったり来たりで倒すのは大変だもんね。こっち引こう。あ、いや関係ねえか。おっとおっと、危ない危ない危ない。いやでもね、黒の画面の操作がむずいんだよ。こっち引いちゃう。うっとっと、危ないよ危ないよ。で、ここをこう、よしよし。めんどくせえ。なんだこれ、腹立つな。今のはじゃあ引いて即魔法吸収使おう。うっとうしい、うっとうしい。よし、でこうして、こうして、よしよし、これをやってよく、すぐ避ける。よしよしよし。あ、でも渡れる。あ、もう渡れんな。渡れるから、よし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 。あ、でもここもうゴールじゃない。危ねえ危ねえ。ゴールにして。もう許して。これ壊すのか。あー、よかった。めっちゃ時間かかった。次なら掟に身を委ねよ。もう手間のかかることだ。手間かかりすぎ。この町の王子ってどんな人なんだろう。本来民を守るべき人物が逆に町の者たちにその身を案じられておるのだぞ。わかるだろう。ルナガ、シリウケ。なんか話してる。老な知れ者だ。ルナト。今なんか聞こえたけど。あ、今度はこっちか。こっちのだから起きてでしょ。またこれ、何、なんか倒せみたいな感じのやつがいい。あれ、これ王子じゃないの。レイド、スタオル。仮面かぶってない。坊主、どこから来た。ウグダと女の子かと思った。男の子が。カイラムデアルゴ、王子だった。王子ってこんな子供だったんだ。スズキ、タトスケチ、レイジ。子供で悪いか、だいたいお前だって。あ、ボスの気配。あ、ガルナ、なんだこの。おかっぱショタッコか。あー、連れてかれちゃった。ボスではないか。ここも掟だよな、やっぱな。こんな簡単に終わるわけないもんな、すぐにな。ここは何？ジャンプと立ち止まりも禁止？どういうこと？なんだ？助けに行かないと。動き続けないといけないってこと？そんなことにしたいかな。どういうこと？立ち止まり禁止。あ、でもこれ別に、あ、終わったよ。終わった。めちゃくちゃ簡単だった。難易度の差よ、おい。ここめちゃくちゃ簡単だったよ。え？
今まで良かったのかな。うん、まあいいか。逆に不安、簡単すぎて。さあこっちは、え、なんだこれ、あれちょっとカイネさん来てないよ。カイネさん、カイネさん、これってうわ横スクロールだな。あー、マリオ的な感じだ。ここに来てマリオ始まった。砂だらけは嫌だ。落ちぬように気をつけるのだ。分かった、こういうことね。おお、下に落ちていくのかと思った。これは本当マリオだな。わっ、ジャリジャリする。ああ、水にでも飛び込みたいよ。体中砂まみれだよ。体力も減っておる。次は気をつけよ。行ったよ。カイネさん来てないけど、カイネさん置いてっちゃったんだけど大丈夫。ここはまた掟だな。あ、いつの間にか来てる。うーん、走り抜ける狼、赤い火も禁止、魔を放ちコウモリ、ま、だから魔法も禁止、回避禁止、走り抜けろ。あれ、カイネさん、ケツが、くそ、やってられるかこんなの。わかる、その気持ち。その気持ちよくわかる。今はカイネさんの方にめっちゃ感情移入する。なんだこれ。あー、ちょっと話せ、話しやがれこのクソったれ。カイネさんが、追いかける相手がもう一人増えたぞ。カイネさん、マジか。これはだからもう、あ、あ、今のダメ、今のマジで、今なんでダメだったんだ。走り抜け、ん、どういうこと、ん、どういうことだ、意味がよくわからんぞ。回避せし、え、あ、走り抜けるって走っちゃダメってことか。こういうこと。めんどくせえ。あ、でく、目で食らっちゃダメ、で食らっちゃダメなの。歩くのね。これはやばい、何回もやり直す気配がする。で、魔法も使っちゃダメだから、結局白の吸収も使えないんだよね。危ない危ない危ない、ギリギリだ、ギリギリ。よし、ここをこっち行って、で、ここに乗っちゃえばいいんだ。あー、ダメ今。いやいや、これちょっと傾けるとさ、もう走っちゃうからさ、歩くっていうのがすげえ難しい。ジャンプしていくのかなと思ったけど、違うかな。ギリギリまで歩いて、あー、ダメ、もうちょっと一瞬走ったから。おい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 、下のブロックの切れ目を見て、ここまで、ここいけるでしょ、ここ、こういっ、あっちゃ、くそ、くそったれ、どういうこっちゃ。この右、左スティックの傾かせ具合が難しい、歩きって。よし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 。うっ、これやだ。ジャンプで避けろって感じ。ああ、もうもう、いや、でもじゃあやっぱり横から行って壊していこう。うっとうしい、うっとうしい、
二つ目の掟がいい。あ、でもこれさ、橋じゃ、攻撃のこの速度、これ攻撃のこれを利用して、あ、これでいいんじゃねえの。あ、これでいけた気がする。ちょっと回復しとこう、回復しとこう。いけた気がする。なるほど、攻撃連打で進めばよかったんだ。あとはこれでしょ、これを、ほらほらほら、よっしゃ、クリアした。次なる掟に見ゆだねえよ。掟嫌い。あーで、ここに出てきて、正直ね、薬草を買ってきたいなっていう気があるんだけど、ここは開かないで、向こうも開かない。下か、こっちでいいのかな。開かない。あ、薬草だ、よかった。本当にね、普通に戦うより全然食らうよ、ここは。お、こっちか。ここも開かない、ここも開かない。めっちゃ扉あるじゃん、怖っ。こんなにやりたくないよ。うわっ、すごい景色。こんなに起きてばっかりやりたくない。あれ、ここも進めない。あら、どこ行きゃいいのか分かんなくなっちゃった。死ぬよね飛び降りたら死ぬよね。いけんのか。いや、いけるわけないな。どこが開いたんだ。どっか開いた場所があると思うんすよね。どこだろう。この辺じゃないもんね。あれ、でもここやってねえ、起きてだな。ここか、ここでやってるっぽい。これはなんだ。もうあと分かりづらいんだよこれ魔法禁止と防御禁止かな。魔法禁止と防御禁止。あ、全然いいよ、それぐらいだったら。近接ご了承でしょう。回避、あ、食らっ、あ、そっかそっか、食らっちゃったからね、食らっちゃったから、そうかそうか、分かった。あ、食らっちゃったもうこっちからの方が、あ、いや、あー、このだから箱をうまく使って足場にしてみたいなことよね。とりあえず左のあそこをまずは、あー、ダメか、あ、てかやばい、 HP が薬草なくなるって。これを押してって、ちょっとここにさ、足場というか、なんか、鬱陶しい感じになっちゃってんなこれ。あー、鬱陶しい感じ。うわー、嫌だなこれ。ちょっと早くここが過ぎたら、よしよし、よっしゃ、攻めあるのみでしょこれは。もうこうなったら、いやー、もう、あー、ここまで行ったらジャンプ回避がいいんだな、きっと。よし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 、じゃあいやー、きついぜこれは、きついぜ。あ、待って、回復してこないと死んじゃう。ほっほっ、あー、マジあっきっつ。よいしょよいしょ、ちょっと待って、ここ壊す前に、むしろここ壊さずに乗って、あ、壊れんのかよ、壊れんのかい、乗ると壊れるんかい。
が過ぎたら、ここが過ぎ、よし今よし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 、あ、行ったんじゃない、行ったんじゃねー、やった、これつらい、この掟ダンジョンきついよ、普通に敵が出てほしい、で、ほんで次は、あ、こう薬草、薬草でしょ、あ、薬草、次ここ、もうめっちゃまたまたこの感じ、いや俺いやーニーヤレプリカント今んとこすごい大好きでハマってるけど、正直この砂漠のステージはどうかと思う、正直に言うけどどうかと思う。魔法禁止と回避禁止ね、魔法禁止回避禁止、うわちょい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 、魔法禁止回避禁止か、これ乗っちゃえばさ、あちょっと待って、薬草使っとかないと、乗っちゃえば、なるほどね、よし、やっぱ攻撃連打で、攻撃連打で突っ切る？あ、ダメ？ダメか、ダメだな。左回りで行ってみよう。お、こっちいいぞ。こっち来ない。こっち弾来ない。あ、来た。ここまで行ったらあいつ乗っちゃえばいいんだ。よし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 。あ、待って待って待って。体力。待って、ま、薬草薬草。薬草なくなっちゃうって、うわっさっとっとっと、ここきつい、くーあ、危ない危ない、ほ、ここアンチ、ここアンチね、ここアンチだわ。ただじゃあこの横に入って正面壊して、そうね、それ正面壊して、いや、あ、いやもうこれ時間との、よしよし、いったやったやった、ふう、いやー、これ薬草の消費量が半端じゃないわ。すごい簡単な気持ちで入ったダンジョンだけど、こんな難しいとは思わなかった。多分ちょっとこっち行ったらまた箱復活してるよね。箱薬草入ってる箱、あれどこだ、あれない、ないや、ないや、やばい、薬草のストックが切れてしまう。次はここ、うわー難しそうな、なんか壊すやついっぱいある、難しそうっていうかめんどくさそうなんだなんだ、疲れちった、もう刃を振るうトラ、近接 NG ってこと、魔法オンリーってことか、次へと面倒な掟を仕掛けよって、ほんと面倒だね、黙ってないと失敗しちゃうよ、あの仮面の連中は掟がよほど好きだと、ね、あ、でもここは楽だな、普通に打てば、こんなにややこしい掟を作っちゃうんだろう、打てばいいだとか、まあこの難易度だったら全然、この難易度なら全然いいわ、こっからスナイプするだけでしょ、ここら辺、当たらない、危ない、あそこだ、あと1個ぐらいかな、あの正面、うーん、よし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 、いった、
うわあ、ちょちょちょ、邪魔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 。ん？あ、ちょ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 。ここ壊して、結構あるな。あそこ打って、あ、なんかでも、あ、アイテムアイテムアイテム、薬草？パイライトだ。パイライト。これは結構オートマタでも使える素材だったから強いはず。当たってんのかこれ。当たってないな。微妙に微妙に壁になって、ああ壊した。よかった、ここは結構楽だった。よっしゃ、じゃあ次行こう。薬草を置いておいておくれ。うわ、またマリオ。あー、マリオステージだな。怖っ。よいしょよいしょ。うわー、ダメ。あ、ここ一瞬だ。早い、あそこ早い。体中砂まみれだよ。ほっ、体力も減っておる。次は気をつけよ。分かってるよ。体中砂まみれ。あ、黙らん。まあ、体力も減っておる。次は気をつけよ。お、ここ速。砂まみれだよ。ここ速。ここも。はい。次は。よっしゃ、入った。ああ、難しかった。お、でもなんかラストっぽいエリアに来てる。セーブしたい。セーブしたい。ちょっともう。これやり直しとかなったら地獄だぜ。なんか正面に。これは結構ここ何にもないな。いや、でもおそらくボス戦とかの前だったらポスト置いといてくれると思うんですよね。その辺親切な気がするんだけど、何もない。これもしかしてまた起きて回避禁止。え、あ、敵が出てくんのか。回避なしは嫌ね。お、腕力プラス 4% 強いな。あ、薬草、薬草ありがたい。いや、こんなんでいいんだよ。普通に敵と戦うでいいんだよ。あの、避けるとかはもうやめてくれ。コンボのコツ、これでいいよ本当に。の悲しみそなた。魔法武器に有効アイテムドロップ 4% な。なんかでけえの出てきた。え、これも回避禁ず。うお、なんかなんだ今の、鬱陶しいな。う、鬱陶しいな。そうか、あ、ちょっと薬草を使って、回避じゃなくて、黒の暴食じゃなくて、槍にすっか。あ、変な方行っちゃった。これ回避、回避ダメ？回避ダメなの？あ、でも防御力は低そう。いいねいいねいいね。よいしょよいしょ。あー、回避したい回避したい。うわー、危ない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 。うわーっと、せっかく貯めたのに鬱陶しい。よし、倒した。ワード、魔法防御プラス 4%。 いいね。なるほど。あれ、なんか回復してる。複雑な機械。あ、複雑な機械だ。複雑な機械、素材で欲しかったんですよ。百獣の剣を強化するのに欲しかったんだ。うわ、なんか起きて
起きての部屋まだいっぱいあるんだけど、怖っ。次は？次こそここか？あ、開いてる。あ、いやー大変だなこれは。そろそろいい加減ボスの雰囲気になってきてもいい気がするんだけど。こっちで合ってるよね。セーブしたい、セーブしたいよ。あー、ポスト、ポストだ。よし、セーブしよう。セーブして、あとちょっとワードをいろいろ付け替えたりしようかな。なんかいろいろ拾ったよな。セーブ完了。よし、それじゃあ行くか。ボスだよね絶対ね。でもこれでやっと出れる。砂漠はもうゴリゴリだ。あ、広いエリアだから絶対ボスだ。見るからに怪しい広間だな。見るからに怪しい。でもカイネさんいないからな。結局一人で戦うのかボスも。ムベなるかな。BGM はいいんだけどさ。あ、王子、砂の王子。BGM かっこいい。起きてじゃねえだろうな。起きてはもういいぞ、ここに来て。うわ、なんだこれ。血の減らぬ子供が囚われておるぞ。だが、起きてもないのであれば。我らの本領が発揮できよ。青い箱なんだ、うん、思う存分やれるね。なるほど。とにかく箱を壊しまくればいいわけだな。これは一体よくわからんね。これ近接は届く距離じゃないからな。青いとこを壊せばいいのか、赤いとこ。ある箱から魔力を感じるぞ。そうだよね、魔力を感じる。もしかして壊すと回復してんのか。ちょっと、いやでも釣っても、あ、結構むずいな。危ねくそ。薬草、あ、傷薬か。もう薬草なくなっちゃったよ。マジか。赤が倒すべきで、青が MP 回復かな。よしよし。よし。いいんじゃない？ああ、まだか。ほい。うわー、すごいな。ちょ。オッケー。これちょっと結構食らっちゃってるんで、スキルアイテムの魔法防御プラス、なんだっけ、魔法によるダメージが60、あ、倍になる。防御の方がいいか。魔法防御、魔法ダメージを30秒間 50% カット。これ使ってみっか。お、いいね。痛くねえぜ今だ。ガンガン。いや、釣ってもある程度は避けないとな。うわー、すごいな。ちょっと、たあいもない。お、終わった。せっかくスキルアップアイテム使ったのに。いや、まだ出るな。これ、なにこの感じ、気持ち悪い。とも奇妙なやつだな。危ねとは。白も大概不思議だと思うよ。いけないか。どこ狙えばいいんだこれ。うわうわうわ、衝撃波が来んのか。
うわ、鬱陶しい。なんだこれ。ちょ。ちょっと。これむずいな。お？防御が硬い。カイネが暴れてる。カイネ、全部まとめてぐしゃぐしゃにしてやる。ピードも。そこを動くな。さすがカイネさん。さすがカイネさん。いいね。スカッとするね、なんか。やっぱあの赤い箱を叩かないとダメなんじゃないの？弱点というか。コアみたいなところになってる。ああ、カイネさん危ない。ほとんど全裸みたいなもんなんだから気をつけて。ああ、でもここでカイネさんパーティー復活か。ありがたい。どうやってここに来たの？知らん。暴れたらここに出てきた。うわっ。よくやったぞ、下着女。うるさい。下着女。お、下着女かゆ。めっちゃ攻撃してくれてる。光る箱を優先して破壊するのだ。うん。チキンのボロ神は黙ってろ。優先もクソもあるか。全部ぶっ壊せばいいだけだろうが。いいね、その思考回路好きよ。さすがカイネさん。お、なんかまた形が。あー、もういろいろ楽しませてくれる。本当に。あ、ちょっと狙いづらい、狙いづらい。え、何レーザーか、レーザー。あー、ちょっとこれ使わないとまずいか。回復薬。お、でも赤いのは倒したぞ。あー、まだ。もう嫌い、このボス。よし。おそこを。なんだ。でももう本当残り少なくなってきましたね。終わったと。いいね。やっぱカイネさんいると2人だと楽だわ。おっと、倒したん。まだ。あ、やったね。勝利演出です。あー、大変だった。めっちゃ回復薬使っちゃったよ。もったいない。また薬草を集めてこようフィールドで。あのロボット山の前のエリアがね、あそこの箱にいっぱい薬草入ってるんですよね。まあ買っちゃってもいいんだけどね。王子、大変だったな。この仮面見覚えあるぞ。これだ。この仮面オートマタであったな。というか 2B もゲットしなかったっけ。うん、正直でもここのダンジョンはオートマタのあの闘技場より難しかった。マジで。スサラとお立ち、あなたは自らのお立場を改ざむせとペルア。王家の仮面改ざむデサラという王が死んでからというもの。シアトとウサトチウレシグ、うん、攻撃するままならない。コスキサオサラエオ、即死民の顔から笑顔が消えてしまった。ペルア、この仮面は王の証。この仮面を取りに行ってたんだね。サラトアヤーリアトウル、カイラム、オステキルタチエクグ。起きては縛るためにあるんじゃない、自由を知るために存在する。ウカンヤーリカイザムアチエテス、それでカイザムチタレル、これで僕は王になれる。チロンテクカイラム、王子、いえ王よ。なるほど、
王子。ウラ、ことさらタインタ、ゾスローであった。ゾスローであった。ベルアト、カイザンセテ。仮面の王。お、望みを叶えて使わす。これ、取るより。いや、あの国門病の治療方法があるかどうかを尋ねに来ただけなんだけど。そんな。ものすごいことになっちゃったけどさ、いろいろ。原理探査クルタ、統合。望みを言え。脅迫だな。じゃあ、起きてゼロとして気に入らない起きては住民投票で変えることができるってのはどうかな。ああ、いいじゃんそれ。いいんだ。ヨーリサロー、エルバッチスト。そんな無茶苦茶な。ペルアとルダス、我々はいかなる時もその恩義を忘れない。ペルアとト、それが仮面の人の誇りなのだ。アンダ、サンキトシチ、会社の気持ちに応えてそなたの望みを叶えよう。エオカイザム、それだけでは大手の私の格好がつかない。コスキ、つまらぬものだから受け取ってくれ。お、なになに。おお、片手剣、なんかいいね。ありがとう。でも王のために一番頑張ったのは僕たちじゃないよ。ケワタタ、フィアちゃん、フィアちゃん足遅いのに頑張ってくれたから、国門病の治療方法について。そうだよ、それを聞きに来たんだよ。そうすんよ、ライザムで糸地来た。やっぱり王様でも治らなかったんだ。ああで、図式たとだ。やはり地道に封印されし言葉を集めるしかないようだ。そうだね、それしか手がかりはないしね。何しに来たのじゃあここに。枯れ基礎と。ああ、それらを集めると国門病が治せるっていう古い言い伝えがあるらしいんだよ。伝説というだけでそこに信憑性はないがな。ヨナを助けられる可能性が少しでもあるのなら何だって信じるよ。言葉だろうがオーブだろうがクリスタルだろうが、命がけで集めまくってやる。どんな掟だって。ヤーリスチ、タステックタイタ。あ、本当にこれで終わり。なんかその封印されし言葉について何かを知ってるのかと思ったらマジで何もねえのか。うん、ヤーリス、そう、これどうか。あ、あと、なになに。お礼ならいくらでももらうからね。あこちしてすれ大佐、また遊びに来てくれ。そんど今度は友達としてきて。そんな仲なのか。もちろん。もう誘拐されるでないぞ。うん、タク、どうち、タク。うん、お、魔法黒のなんていうの、合壁が使用可能になった。魔法の障壁を設置する。ボタンを押し続けると障壁を大きくすることができる。うーん、防御特化か。なるほど。フィアちゃんもお疲れ様。うんうんうん、また遊びに来てください。ヨナが心配だ、そろそろ戻ろう。あー、ヨナが心配。あ、村に戻る感じか。買い物したいんだよね。これさ、あ、降りれる降りれる。ちょっ、あー、んー、でもまあとりあえず、じゃあ今回はここまでにして、戻るか、戻って、ここ、入り口まで、これさ、船乗ると遅いよね、絶対ね、戻るのね。マップマップどこで買えるんだろう。王様、マップくれねえかな。よいしょよいしょ。アルテルアチ、あ、道具屋さん、ここでしょ、絶対ここだよ。マップやった。あ、スイカの種とか売ってる。買おう、スイカ、メロンの種買おう。フリージアも初めて。
ちょっと肥料も買っとくか。結構ね、収録外のところで栽培ちゃんとやってますよ。今月光草育ててんすよね。あれ確かにね、高く売れる。育てると。ザ・アルテルア。種も高いけど。たときたちたく。よし、マップ購入やっと。うわー、こんなんなってたんだ。これはすごいな。で、カイネさん、これさ、でもサブクエいっぱい出るんだろうな。カイネさん話しかけられない。カイネさん戻るらしいよ。これでヨナのところに戻って話して今回は終わるか。この仮面の街が解放されたから、ちょっと、次回はサブクエ会にするかな。ちょっといろいろ出ているであろうサブクエをこなしていきたい。ほら、狼狩りだ、狼狩り。絶対必要になるだろうから。サブクエで絶対狼の毛皮を持ってこいって言われるから。いや、でも本当、掟がないのは嬉しいな。掟がないから自由に戦闘できる。これが自由を知るということか。結局ここは何だったんだ。今は行くべき、行ける。全く関係ないのか。後々何かで解放されるんだろうな。あ、ちなみにさ、ここでイノシシって乗れないの？オオカミ来ちゃう。ここでイノシシ乗れたら すげえ楽なんだけど。イノシシ来ないじゃん。砂漠は自力で走れってこと？くだらなくとも起きては起きてか。くだらなくなんかないよ。あの人たちにとっては大切な掟なんだ。ほう。守るだけの価値がある大切な掟なんだよ。おお、なかなか言うようになったな、小僧。僕もう小僧じゃないと思うんだけど。いいから行くぞ。いいね今の。いや、やっぱでもこのパーティーに女性が一人加わったってのは大きい。なんかやっぱ花が出たね。エロいし。エロさが出たね。こっちじゃないな。東街道だよね、東街道。あ、ここから石の、石の石殿？あ、砂の石殿か、砂の石殿ね。砂の石殿は、取り忘れはもうなさそうだよな。アイテムは大体取った気がするんだけど。でも封印されてて入れない場所はたくさんあったんだよね。まあ、探索はしなくていいか。あ、モルダバイトだ。いいね、いいね。いい素材が結構ある。これ本当にさ、村から村へとワープができたらいいなって、今のところ20回ぐらいは思ってますね。もう。あ、でもここまで来たらもう早いな。こっからはイノシシ乗れるでしょ。ピウイ、あれ来ないな。あれ、キノコ。あ、なんか上にもアイテムが。どうか。あー、トカゲいる。トカゲポポルさんのために捕まえていこう。そうなんだよ、その辺の酒作るクエストも気になるから、次回はサブクエオンリーでまた行こうかと思います。まあさすがに4時間、あ、トカゲ4時間みたいなことにはならないとは思うんだけど、あの砂漠、仮面の街にどれくらいサブクエが出現するかだよな、気になるのは。ひょっとしたら向こうが解放されたことでまたこのニーヤの村にも新しいサブクエが解放されるかもしれないな。あれ？ほら、もう出てんじゃん。もう出てるよ、ほら、ここにサブクエ。このおっちゃんに。これぜ、あ、違うかな。割らないように運べってやつじゃない？あのめんどくせえやつ。砂漠の仮面の街まで割らないように運んでくれみたいな。絶対そうだ。ほら、なんか結構咲いてるでしょ。
この辺全部植えてるんですよ。うん、スイカとかまた育てておこう。ヨナ帰ってきたよ。大変だったよ、砂まみれだよもう。あ、薬草の補充だな。やっと薬草の補充しないと。めっちゃ使っちゃったな。ヨナ癒されに来たよ、お兄ちゃん。お兄ちゃん大丈夫、元気だった？うん、お兄ちゃんがくれたお薬を飲んでるから平気だよ。エロいぞ。よかった、えらエロいぞ。お兄ちゃん今日はヨナと一緒にいてくれるよね？ん今日はお家にいる。今日はお家にいない。お家にいるよ。うん、カイネさんは外で待たしておくよ。お家にいるよ。うん、もちろんさ。ヨナとの時間も大切にしないと。最近もう行ったり来たりして。今日はお兄ちゃんお家にいるの？ああ、今日はヨナと一緒にいるよ。やったー。さあ体に触るから早く寝よう。うん、おお、やっぱりヨナがナンバーワン。これで、ん？サウンドノベルパート？もしかしてまさかのサウンドノベル始まるか？声が聞こえる。うっすらと目を開けるとそこには少年が立っていた。銀の髪と白い肌、ガラスのような透き通った目。少年はじっと自分を見上げている。サウンドノベル始まったなぁ。ニーヤたちの夜ですね、これはね。やがて少年の桜色の唇がそっと動く。だが声は聞こえない。何かを言っているようだが聞こえない、聞こえない、聞こえない、聞こえない。諦めようとしたがその少年から目を離すことができない。少年の表情は無表情、唇はひらひらと動き続けている。その動きがどんなことを生み出しているのか。規則正しく動く唇を見つめているうちにあることに気づいた。唇が同じような言葉を繰り返している。ゆっくりとその言葉をなぞっている。最初はふ、次はう、その次は文字が並び言葉になる。焼けるような意味が心に突き刺さる。ふうってなんだ。ふうふうふう、いんさ、れ、し、こ、と、ば。ほう、封印されし言葉。ヨナの病を治す鍵。唇の動きが微妙に変わる。少年は何かを伝えようとしていた。次の言葉は短いのですぐに理解できた。夢。夢、何のことだろう。再び唇が変化する。その形をうまく読み取ることができない。わからない、わからない、わからない、わからない。苛立ちで叫びそうになる。落ち着け。封印されし言葉を集めるためなら何だってやる。落ち着け。ユノのためなら何だってできなければいけないんだ。ゆっくりと一つずつ文字を確かめていく。やがてその文字は言葉になっていった。神話の森。神話の森、神話の森ね。北平原の神話の森だ。一回入っちゃったよね、神話の森ね。崖の村に行こうとした時に。という謎の夢を見たという感じか。じゃあこれ次に行くべき場所は神話の森でしょう。夢にまで封印されし言葉が出てくるなんて。ハイパーイミシン。ヨナ、おはよう。お兄ちゃん、おはよう。おはよう、ヨナ。どうしたの？お兄ちゃんも体痛いの？これ一晩経っちゃったけど、カイネさん、カイネさん完全放置しちゃってるけど大丈夫なのかな？うん、お家に泊めてあげたかったよ。見ただけだよ。夢？なんでもない、大丈夫だよ。ヨナも夢を見たよ。男の子とね、ゲームをする夢なの。何それ？どんなゲーム？やらしいね。言葉を当てっこするゲームだよ。
言葉を当てっこするゲーム？これもしかして同じ夢を見てるんじゃないの？男の子が何を言っているかをヨナちゃん口を見て当てるの、とても難しかったよ。その子はなんて言ってた？もしかしてね、あ、夢とね、神話の森かな。同じ夢を見てる。あとは難しくてヨナはよくわからなかったんだよ。神話の森だ。次はじゃあ次までにはお勉強して絶対当てるんだ。いつかお兄ちゃんもヨナとゲームしようね。ヨナ癒されるわ、かわいいわ、単純にかわいいわ。なんか今欲しいものがあるの。欲しいもの？クエスト？あ、サブクエか。あ、じゃあそれ待って、それはあ、ヨナに新しいサブクエ出てんのね。それ次回受注するわ。じゃあヨナの欲しいものなんだろうね、ちょっと気になるけどね。うん、サブクエ、そっか、ここに来て増えるな。うん、なんでもない、ちょっと気になることがあるから、うん、ポポルさんのところに行こう。あー、ポポルさん、じゃあそれはまた、あー、いや、ポポルさんのところには行っちゃっていいか。ポポルさんに話だけ聞きに行こう。よいしょ、おい、図書館ね。いやー、しかし今回は大変だったな。ポポルさんに神話の森のことを、おい、でも結構レベル上がったから美也くんも強くなってきた。どうしたのポポルさん。あ、実はこんな手紙が来たの。はい。え、気持ち悪い気持ち悪い。前略ポプル様、いつもお世話になっております。折り入って相談させていただきたいことがあります。実は最近村の中で夢という夢、あ、呪いが誰か夢気持ち悪い。ストーカーだよ、ポプルさん狙われてるよ。悪い手紙だな。誰からの手紙？北の方にある森で、わ、神話の森と呼ばれる場所の。全てがつながってきましたよ、神話の森ですよ。神話の森？話好きの明るい人たちばかりで、こんないたずらみたいな手紙を送ってくるような人はいないと思うんだけれど。呪いって書いてあったね。ちょっと心配だわ。うん、僕が様子を見てくるよ。え、でも僕もちょっと気になってることがあって、うんうん、そうならいいんだけど、お願いするわね。北平原ですよね。なるほど。神話の森は北平原の橋を渡って北側にあるわ。一回だけ行っちゃったんだよね。お願いね。わかった。神話の森。神話の森。じゃあ神話の森はまた今度ってことで、次回はサブクエだな。ちょっと仮面の街を片付けておきたい。あとやっぱ仮面の街で武器屋だったり素材屋さんを漁ってみたいんだよな。ひょっとしたらね、複雑な機械を手に入れたから百獣の剣強化できるか、あれと向こうまで行かないと分かんないかな。ロボット山まで百獣の剣、あ、いや、あ、鉄鋼が足りないのか。鉄鋼があと3つ。鉄鋼ってどこにあるんだ。たまーに落ちてる、ランダムだよね。狙って拾うのは難しそう。でも1個持ってるこの複雑な機械は百獣の剣のレベルアップに使いたいな。鉄鋼か、その辺も次回入手できればいいな。というわけで今回はこの辺で。掟は縛るためではなく自由を知るためにあるのだぞと。ご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。